僕は29歳男性、中本と申します。福バカです。1月3日ドーバーストリートマーケット銀座の初売りに向かっております。友達の福バカが先についているみたいで急いでおります。着いたぞ。この辺りあれ違う、あ、すごいですね。草間彌生さんとルイ・ヴィトンが、あ、すごい、すいません20分すいませんあ、兄貴待ったのは30分兄貴あ、でもユニクロ見てたんで全然。ドーバーストリートマーケット銀座でございます。人がいっぱいいらっしゃいますね。めちゃ人いそうでしたよ、うん、この連絡通路からちょっと見えたんですけど、うん、結構混んでそうでした、ね、あ、結構混んでそう、はい、じゃ早速、はい、今日はねいろいろ見ていきながら、はい、まあ、セールをしているということなんで。あ、そうなんですね。そうなんですよ、してるだろそりゃなんで来るんだよみんな早速今日は行ってきて、なんかいいものがあれば買って、はいはい、2人の購入品をこの動画内で紹介できればと思っております、はいはい、よろしいですか。はい、ということでじゃあ行きましょうか。はい、なんか狙ってるものとかあるんですか。ないです。はい、わかりました、行きましょうということで、はい、なんとか2人買いましたね。買った。そうですね、僕も買ってるんで、ここにあるんで。ということでじゃあ僕の家でレビューということで、はいはい、すぐ帰ってレビューします。はい、はい、この後動画開けます。帰ってまいりました。はい、まずどうでしたか。今日ドーバーストリートマーケット銀座に行ってきたと思うんですが、はい、まあ、草間彌生さんのルイ・ヴィトンだったりとかいろいろなものが、目まぐるしくありましたけれども、正直な感情で言うと、はい、まあ、そうですね、なんかこう結構人はいっぱいいる割には思ったよりセールアイテムがやっぱりそんなにまだなかったなっていう感じですねいや全然全然まだなかったっていうけどもうここでなかったらないのよ。もうないんですもうないよじゃあ売れてるんですね。あ、それもあるかも。昨日段階でちょっと売れたっていうのもあるかもしれない。行っていいなとはなったじゃないですか、うん、なってやっぱそれが全くやっぱり全部低下っていう感じの。そうですね、除外品。そう、でも除外は本当に良かったです。除外結構多かったですね。いや、マジで半分以上 100% 除外だった。ブランドコーナーの多分ワンラックぐらいしかセールは多分ない感じだった、うん、マルジェラさんとかも一応あったんですけど、まあほとんど低下、ね、そうそう、ほとんどレディースで、セール目当てじゃなくて行くんだったら全然楽しめるかな。そうですね、楽しめるは楽しめるラインナップでしたね。やっぱり久しぶりに、うん、アズムと前行ったぶりですけど、そうですね、そうそう、ディガウェルぶりですけど結構良かったなとか、もしいろんなブランドが一気に見れるっていうのはすごいいいところだなと思いました。おって思ったアイテムとかありました。おって思ったアイテム、リーボック、あーとニコール・マコラフリンさんのシューズ好きだよね。そうなんですよ、好きで、で、うん、出た時に欲しいなと思ってたけど、まあ買うタイミングを失ってて、あ、まだあるんだと思って、でもサイズがなかったっていう。あ、ということで、まあ、楽しい動画でしたね、はい、人はめっちゃ多かった、僕の感想としては。めっちゃ多かった、うん、人はめっちゃ多かったし、ね、すごい声もかけていただけましたし、ぜひぜひ行ってみてください。なんかいろいろ見れるので一挙で、うん、いいと思います。じゃあ買ったもの、はい、あなた様から。そうですね、僕の方がちょっとライトなんで。だいぶ行ったよ、最後決めたもん、うん、決めたもんね君の方が長かったからね。本当に店員さんにいろいろね、サイズの感とか教えていただいて一応ね、こちらトンボです。あー、トンボですね。トンボですね。ブランドさんはベターギフトショップ、はい、ベターですね。ベターさんです。ベターさんの T シャツ、なんかまあ出た時からなんとなくこういうのがあるのは知ってたんですけど、別々に見る機会はなかったんで。セール 30% 分の、うん、トンボ自体はあんま好きじゃないんですけど、プリントの感じがすごい気に入った。なんかこうイラスト調というか、トンボ好きじゃないんだ。トンボは好きじゃないです。ベース虫はあんまり好きじゃないんですけど、あ、でもなんかこれに関してはちょっとプリントの感じがいいなと思って。サイズは L だっけ。 L サイズにしました。でもなんかおしゃれなブランドさんですよね、うん、シンプルに夏着たいかなって一人少年みたいな。ああ、あとあれだよね、オニヤンマっていう。あ、そうです、中目黒にもあるんですけど、うん、うどん屋さんに行くときにこれをちょっと着ていこうかなっていう大好きなんだよね。そうです、オニヤンマが大好きなんで。そうそうそう、うどん屋さんが大好きなんです。あ、はい、結構お土産系のアイテムだったよね。そうですね、なんかそれこそね、ギフトショップって書いてあるけど、これ5000円ぐらいです。8000円が5000円だったよね。8000円が5000円です。あんまなかったもんね、靴があればちょうどよかったもん、ね、いや、そうなんですよ、靴が欲しかったんですけどね、うん、靴が合わないことにはね、まあ、ちょっとなんか記念に買いたいなって買った感じ。そうそうそう、ありがとうございます、はい、じゃあ僕が買ったのはね、ちょっと色味的に今年は着ていきたいお色味があったんですよ、うん、まあ、その色味ということでこれを買わせていただきました。こちらが新年一発目になります。こちらになります。おお、真っ赤か。真っ赤だ。酒井さんの赤シャツでございます。実は結構見ると変わってるところがあって、まず素材感触ってみてください。おお、ナイロンが70%、ナイロン、ちょっとウールが30%、テックっぽい。そ
そう、テックすごいんですよ、うん、ほら、僕テック好きなんで、うん、あ、そう、このシャリ感ですよ、音といい。なんか裏地もしっかりこうテックっぽくしっかりついていて、裏地はね、なんかリップストップみたいになってるんですよ。ほら、ほんとだ。この男の子なら誰もが大好きなこの感じですよ、ナイロンの。この素材は上品なんですよ、お色もなんか、うん、赤っていうよりは赤わかります、なんとなく。そう、上品な赤なんですよね。で、しかも後ろの部分にも、こちらもほら、ヨークの部分にも裏地が見えてる感じ、ね、なるほど。この裏地がここ見えてて、この辺りもすごいなんかこう惹かれるというか、ちょっとこう切りっぱなしっぽくなってるんですよ、この部分が。そういう部分を含めて全部いいなと思ったようなアイテムですね、これは。ポケットもついてる。そうで、ジップなんですよ、ポケットも。このだからシャツジャケみたいな印象にも、おっしゃる通りです。だからこういう風にハンドポケットにもなるポケットがここについてると、ジップで、なんていうんですかね、本当にテックシャツみたいな感じで。酒井さんのテックシャツって面白いなと思って。確かに、うん、これ買わせてもらいました。しかもこれサイズ1なんですよ。あ、でもちっちゃいよね。そうそう、ちっちゃいよねって思うじゃないですか思いますよね。じゃあ着てみてください。あ、そうですね、はい、着ていきましょう僕のこのマラギのシャツを脱いでやだな、ブランドの名前入れて脱ぎ着するやつちょっとストーンアイランドのニットモテないだろうなニットの上に着るってことはまあまあでかくないと着れないじゃないですか。確かにね、1ね。そうそう、1か。酒井の1ってやっぱメンズでもちっちゃいイメージ結構。そうそう、でもね、酒井さんもやっぱ時代によって変わってきてるんですよ、うん、それを感じました。僕は着れちゃうんですよ、全然余裕じゃないですか。確かに、こんな感じです。あ、ちょっとそのあれですね、ここ境らしさありますね。そうなんですよ。あ、ここも境らしさあるし、なんかね、結構ね、いいポイントが多いんですよ。ちょっと、ああ、いいね。意外と切れるでしょ、うん、で、ボタン、じゃあ閉めれんのっていうところも閉めれるんですよ、全然。うん、え、1とはって俺本当に思ったんだよね、最後に。そうね、うん、もね、全然長いし、うん、本当に2ぐらいの感覚。いや、全然肩も落ちてますからねよくないですか、この色味といい。なんか今タートル入れてかなりちょうどよくなってますけど、このやっぱね、この境さん感もいいですよね、テープの、うん、後ろのおー、ここですよ、はい、切り替えの部分もそう、すごいいいですし、赤欲しかったんですよ、今季で、似合ってますよ。あ、ありがとうございます、うん、あの、もう一個悩んでた赤のボッテガのイントリチャート、あー、あれも赤じゃないですか。赤です。結構赤が欲しくて、なんか黒が一番大好きで、去年はなんか青とかネイビーとか入れてたんですけど、なんか今回は赤、結構鮮烈なレッドっていう色を入れたいなとすごい思ってて、もともと好きなんですけど、なんか服で着る機会ないなと思って、うん、ちょっと買ってみました。いいと思います。あ、ということで、はい、今日は、ドーバーに行かせてもらいました。はい、トム君の、チャンネルも、はい、概要欄によろしく貼っておりますので、貼っていただけるんですね。あ、もう、もうそれもちろん2回ぐらい貼っとこうかなこちらにもね、ぜひ見てみて、はいはい、新年ね、あのウールの T シャツの動画上げて、あ、そうですね、わかります。もう動画買ってるんで、ぜひそちらも見てみてください、はい、よろしくお願いします。お願いします。それはね、こんな感じで今日は動画撮らせてもらったので、またね、僕はまだね、明日も、明日本当の初売りの動画上がるんですよ、僕は。そう、明日本当に1月2日に行った動画、回った動画が上がるので、ぜひ気になる方は、はい、そちらを見ていただいて、そっちの方が、まあ、買ってるは買ってるんで、ぜひ見ていただけたら幸いでございます。はい。それでは、まずいのまでお会いいたしましょう。はい。はい、失礼します。